グランジ。グランジとは、ロック音楽のジャンルの一つ。汚れた、薄汚いという意味の形容詞グランジーが、名詞化した、グランジが語源。1989年頃からアメリカシアトルを中心に起こった潮流であり、オルタナティブロックの一つである。ニルバーナや、パールジャム、サウンドガーデン、ダイナソージュニア、マッドハニー。 といったバンドがアルバムチャートで成功を収めたことで、それまでヘビーメタルが多かった当時のアメリカのロックシーンを革新し、ダメージジーンズとスニーカー、ネルシャツや T シャツといった、それまでは綺麗に着飾ることが多かったロックミュージックのファッションにも影響を及ぼし、当時の若者に大きなムーブメントを起こし、1996年頃まで続く。 1996年以降、さらなるムーブメントにより数年で衰退してしまうが、この頃結成されたバンドの多くが、それ以降も評価の高いアルバムを発表したりするなどし、思考や要素は変化しつつも、音楽としては存続している。グランジのルーツは、1970年代後半のパンクロックや1970年代のハードロック、ヘビーメタルなどに源流がある。 1991年にニルバーナのネバーマインド、パールジャムのテン、そしてサウンドガーデンのバッドモーターフィンガーが発表されたことでグランジはロックの潮流を変えた。ニルバーナの先輩格にあたるソニックユースは同年をイヤーパンク、ブロークと呼び、後に同名の音楽ビデオを発表している。グランジムーブメントのピークは1994年に ニルバーナのカート・コバーンが自殺したことによって過ぎるが、その後もパール・ジャムやスマッシング・パンプキンズなどといった人気バンド活動を続ける一方、彼らのフォロワーバンドがポスト・グランジとして出現。グランジに影響を与えたバンドにザ・ソニックス、ザ・ストゥージーズ、MC5、セックス・ピストルズ、ジーザス・メリー・チェーンなどがいる。1990年代を迎えた頃、 ニール・ヤングは、グランジの流星と共に、シーンの最先端で活躍した。グランジの勃興を受けて、グランジバンドのみならず、それを包括した、オルタナティブロックと呼ばれるジャンル全体が、改めて評価されるに至った。ソニックユースはその最たる例であり、ニルバーナは彼らからの後押しを強く受けていた。また、ベーシストのキム・ゴードンは、グランジのゴッドマザーとも称されている。 2009年には、マイケル・ラビンの写真集、グランジが出版され、フロントマンのサーストン・ムーアが、シアトルのシーンなどについての文章を寄せている。ジェーンズ・アディクションは、オルタナティブ・ロック・ムーブメントの流星に一役買い、先グランジ期の草分けとされた。スマッシング・パンプキンズは、グランジ、オルタナティブ・ロックの流れにいるバンドとされており、1991年の、ファーストアルバム、 ギッシュは当時のグランジ、ブームとも相まって注目され、スマッシングパンプキンズはアルバム、ギッシュ、サイアビーズドリームによってグランジを再発明したとされ、グランジにくくりきらない幅広い音楽性を見せ、ムーブメントの中でも根強い人気を誇った。その他の代表的なグランジのアイコンには、ダイナソー・ジュニア、マッド・ハニー、そしてピクシーズラがいる。また、 グランジの影響は海を渡って、イギリスのロックシーンにも伝わっており、ティーンエイジファンクラブも、活動初期はポップなグランジを演奏していた。ちなみに、彼らはカート・コバーンがリスペクトしていたバンドとしても知られている。グランジの音楽的な最大の特徴は、パンクロックのような簡素で清潔なビートと、ハードロックのようなリフ主体の楽曲構造とが融合されていることである。 また、いわゆる、生と同の、ディストーションギターのサウンドも語られる。一方、ビジネスウィークはグランジを、パンクの DIY 哲学とブラックサバスの位、ギターリフトの結婚と評定いる。系統的に見れば、グランジのサウンドは1980年代の、ポストパンクなどからの濃い影響が狙い得るが、AC、DC などの1970年代の、 ハードロックバンドの影響を口にするバンドもいた。対して、1980年代のアメリカンハードロックや LA メタルなどを意味嫌うバンドが多く、ニルバーナは特にガンズローゼーズに対して、挑発的な言動や行動を繰り返した。一部のバンドは、楽曲やアートワークに大敗的な雰囲気を内包しており、これらも1980年代の US インディーロックからの直接の影響が狙い得る。また、オルタナティブロック全体に共通する傾向ではあるが、80年代にヒットチャートを賑わせていた産業ロックやヘビメタル、エレクトロダンスなどに比べると、歌詞は格段にシリアスな趣きとなっている。ニルバーナのドラマーであったデイブ・グロールは、クランジをラウドなギターとラウドなドラムと絶叫ボーカルと定義した上で、 その種の音楽は2013年現在まで一度も廃れたことがなと発言している。ベーシストのクリス・ノボセリックはグランジを伝統的なヘビーロックとパンクの融合であるとした上でブラックフラッグのマイウォーがグランジに影響を得たと指摘している。太字以外のものは英語版ページ楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。